山本周五郎作。川底の奇跡。怪しい依頼。ノックの音がした。お入り。センダー法律調査所の所長、センダテは、所長室の大きなテーブルに向かって悠々とペンを動かしていた。入ってきたのは、若い調査係の柳井三平である。 先生、東洋商事会社から頼まれていた調査が出来上がりました。小黒、そこへ置いといてくれたまえ。定蔵は、ニュアな目をちらっと上げていった。しかし、三平は、調査書類を手にしたままで、先生、この書類は、我が国にとって、随分危険な書類だと思いますが、先生は、どうお考えでしょうか。これは、 東洋商事が投資をするために国内の重工業会社の資産内容を調べてほしいという依頼で出来上がったものですが、もしこれが他国の軍事探偵の手にでも渡った場合には重大な結果になると思いますが。まあいいよ。そこへ起きたまえ嫌です。三平は断固と叫んだ。僕は日本人として先生のお考えを確かめないうちはお渡しいたしません。 千田亭蔵はペンを置いた。そして、下からじっと若い三平の目を見つめていたが、やがて静かに椅子から立ち上がった。柳井イ君、君はわしが満州事変に出世したことを知っているかねわしは重傷を負って退役はしたが、陸軍注意だ。わしの体に流れているのは日本人の血だ。それでも、 なお君は、わしの考えを聞きたいと思うかね。はい。すみませんでした。三平は素直に手にした調査書を差し出した。自説が自説です。あまり危険な書類だと思ったものですから。いや、そこに気がついたのは結構だよ。こういう調査には、そのくらいの注意が働かなくてはいけない。だが、わしを疑うのはひどいぞ。 カバにも多少は脳みそがあるからな。<laughs> そう言って、テイゾは大声で笑った。三平は赤くなって頭をかきながら出て行った。カバというのは、社員たちがつけたテイゾのあだ名である。体が太っていて、歩きぶりと来たら、まったくカバみたいにのっそりカンとしている。一歩一歩拾うように歩くのである。 もう、五十に近い方角詩で、満州事変の時には、将位として出世し、低下トンの決死白田すぎ隊を指揮して、素晴らしい手柄を立てたが、両足に重傷を負って、ついに退役になった勇士である。さて、この調査書を届けるか。時計をちらと見合って、堤造はそうつぶやきながら、片手で、 削除電話を取り上げていった。出かけるから、車を呼んでくれ。恐るべき罠。東洋商事会社は、京橋の築地貸しにある。ところが、定イは、自動車に乗ると、警視庁へ、と命じた。東洋商事から依頼された我が国の、重工業会社の内容調査、というのは、 調べた上で一番内容の良い会社へ資本を投ずるためという理由であったが、万一にも、それが外国人の密定の手にでも渡れば、三平の言う通り、重大な重宝材料にされてしまう。ことに、東洋商事は、ヨーロッパの某国関係の資本の入っている会社なので、万全の注意をする必要があった。それゆえ、堤蔵は、警視庁にいる親友の、 朝川外事課長に相談しようと思ったのだ。麹町長田町の事務所を出た自動車は、とっぷり暮れた町を日比谷へ出た。警視庁へ行くには、そこから堀沿いに左へ曲がらなければならぬ。ところが、車はそのまままっすぐに走って行く。おい、道が違ちいませんか、君。定蔵が注意したとき、黙れと叫んで、 いきなり鼻先へピストルが突きつけられた。そして、今まで運転手一人だと思っていたのに、助手席から別の男がぬっと半身を起こしてきた。はっと身を引く暇もなく。驚いたかね、川先生。会館は似たりと笑って。お気の毒だが、警視庁へ行くわけにはいかんぜ。親分は、その書類を待ちかねていらっしゃるんだ。 明日の朝の船でアメリカへご出発だからな。まあ、おとなしく築地へ来てもらうよ。君が日本人でなくって幸せだったね。と、テイゾは不敵に怒鳴った。それがどうしたいや、君がもし日本人なら、わしは生かしてはおくまえということさ。カバ先生は微笑しながら、君が日本人であってこんな売国土のようなことをしたんなら、 そのピストルの弾が三発この体へ打ち込まれぬうちに、わしは君を締め殺してやる。そうでなくって、まあお互いに幸せさ。そのセリフをもう30分経ってから聞きてや。お望みなら申し上げるよ。テ蔵は平然と腕を組んだ。平然としてはいるが、テ蔵の敗北は明らかだ。決勝へ行く一歩手前で、 まんまと敵の罠に落ちたのである。彼らは自動車の運転手にまで化けて定蔵を狙っていたのだ。車は宵闇の町を走って築地菓子へ出ると東洋商事の灰色の建物の前に止まった。会館はピストルを突きつけたまんま定蔵を促して建物の中に入り地下室へと降りていった。そこには 四五人の外国人が集まって、何やら白い色の泥をこねているところだったが、入ってきた二人を見ると、急いで走り寄ってきた。いやあ、うまく獲物をとあらな、ジョニー。例の調査所は大丈夫だろうな。この通りです。案の定、警視庁へ密告しようとするところでしたよ。さあ、カバ先生、親分様にご挨拶をしたらどうだ ジョニーと呼ばれた男は、調査書を狩猟と見える男の手に渡しながらあざけるように、テ蔵の肩を叩いた。狩猟は、受け取った書類を手早くめくってみて、結構結構、よく調べてある。とうなずいて、では、川先生の足をちょっと冷やしてあげるがよい。早くしろ。と、命じた。 あわれ、川底へ。四名の会館は、左右から丁蔵を押さえて、今までこねていた箱の中の白い泥のようなものの中へ、靴のまま踏み込ませた。それは、粘土みたいなもので、踏み込むと、すねの半分まで入った。奇妙なおもてなしだね、諸君。丁蔵は、静かに言った。これじゃあ、せっかくの靴が台なしになるよ。 台無しになるのは靴だけじゃない。ジョニーが言った。命も一緒だぜ、先生。これは、特殊のセメントなんだ。二十分もあれば、お前さんの足を食い込んで、石のように固まってしまう。そこで、墨田が前、どんぶりこさ。これが重しになって、先生は川底へ直立不動だ。肉が腐って、骨になっても、川底で直立不動なんだ。 清らかな王女だぜ、ええ。テの目がきらりと光った。ああ、恐るべき殺人手段。箱には電気でも通っているらしく、セメントはみるみるうちに固まっていく。なんとか逃れる方法はないのかミスミス悪巻の教師に倒れなければならないのかセンダさん、大きな毒ですな。狩猟と見える外国人が冷笑しながら言った。 しかし、あなたを生かしておくわけにはいかんのでね。まあ、諦めてください。天国へ行けるように、お祈りは、たくさんしてあげますから。あんたは、せっかちと見えるな。と、テ蔵が静かに言った。何ですか何と、言ったのですかお祈りの約束なんぞは、もっと勝負がはっきり決まってからにすべきでしょう。 案外、わしの方があんたのためにして差し上げることになるかもしれんて。はっはっはっ日本人負け惜しみが強いですな。君たちは随分楽天からね。はっはっはっ何事ぞ。この危機に際してカバ先生、平然と笑っているのだ。セメントは固まった。四人は、テ蔵の頭から麻袋を吸 ポリとかぶせ、力を合わせて担ぎ上げた。すねまで使ったセメントは、まったく石のように固く、足を食いしめている。彼らは、そのまま建物を出ると、川岸につないであったボートへ乗り込み、隅田川の中流へと担ぎ出していった。いよいよ、最後の土壇場だ。救いの手は来ないのか。勇士、千田帝蔵を助ける者はいないのか。万事休す。 流れの中ほどへ来ると、共に四人は丁蔵を担ぎ上げて、足の方から静かに水の中へ下ろし、やがてずぶりと押し沈めた。十巻近い重しをつけたまま、丁蔵の体は川底深く沈んでいった。それから四十分の後、東洋商事を根城にして、バツバツ国の密定を働いていた、 ヘンリー・ボイスは、一味のものを集めて事務室の中をすっかりと片付け、今まさに立ち残こうとしていた。彼らは、明朝の船でアメリカへ脱出する手はずができていたのだ。ところが、支度を終えていざ出かけようとした刹那、突如として建物の前後から武装の警官の一帯が踏み込んできた。あ手が回ったと、総立ちになったが、すでに、 遅い。手に手に、拳銃を儀した警官隊は、ぐるっと一味を包囲して、びくとも動かなかった。しかも、しかも、最も驚くべきことは、両手を上げた一味の面前へ、のっそりのっそりと、千田帝造が立ち現れたことである。千田帝造が、ほんの今しがた、特殊セメントの重しをつけ、隅田川の川底へ沈めたはずの、 カバ先生が、こんなことがありえようか。奇跡だ。幽霊だ。一味のものは色を失って叫んだ。と、千田帝蔵は、にっこり笑って言った。驚いたようだね、諸君。四十分前に、皆そこへ沈めたカバ先生が、この通りまた、お目にかかったんだから、奇跡と思うのも、無理はないさ。 あのセメントが溶けたとでも考えるかノウオウ。あれは素晴らしい発明だ。全く石のように固まってるよ。おそらく今でもあの形のまま皆そこに沈んでるだろう。わしの両足を食いしめたままね。な、なに両足を、貴様の両足をさあよ、おっしゃる通り。 テイは自分の両足のズボンをまくり上げて、わしは満州事変で両足を失ったのさ。つまり、両方とも義足なんじゃよ。はこの通り、片方はももの付け根から、こっちは膝の三寸下からね。セメントで固められた義足を外して浮き上がり、警視庁へ電話をかけ、 その間に予備の義足を取り寄せて参上したという次第さ。あぜんたる一味の前でカバシはさも愉快そうに笑いながら言った。ヘンリーくん、まあ、諦めるんだね。天国へ行くお祈りは、やはり、わしの方でしてあげることになったよ。はっ <laughs>